正解は1番です。It doesn't matter when we arrive. 私たちがいつ到着するかは問題ではない。1の解説です。間接疑問文の When we arrive 私たちがいつ到着するのかが新主語で It が仮主語になっています。2の正解は1番です。I think I heard someone knock on our front door late last night. 昨夜遅くにうちの玄関の扉を誰かがノックするのを聞いた気がする。2の解説です。Here は近く動詞なので Here プラス目的語、プラス原形不定詞という形になります。3の正解は3番です。He took to drink. 彼は酒浸りになった。3の解説です。Take to. で、習慣的に何々をし始めるという意味になります。4の正解は2番です。When it is hot, one usually sees him in white. 暑い時には、大抵彼が白い服を着ているのを見かける。4の解説です。in は着用を表します。in の直後に色を表す名詞を置くと、何々色の服を着てという意味になります。5の正解は1番です。I don't blame you for doing that. 私はそれをしたことであなたを責めはしない。5の解説です。懲罰の理由を表すときには前置詞は for を使うのが原則です。blame は、責めるという意味なので、for を選びます。6の正解は3番です。He carried out his plan at last. 彼は最後には自分の計画を実行した。6の解説です。carry out は、何々を実行するという意味です。7の正解は3番です。Will you please tell me the way to Kyoto Tachibana Women's College? 京都立花女子大学への行き方を私に教えてくださいますか。7の解説です。教科のように複雑な内容を教える場合は、teach を使いますが、道案内程度の簡単な内容の場合は、tell や、show を使います。
8の正解は4番です。It is not a good idea to force a left-handed child to use his or her right hand. 左利きの子供に右手を無理やり使わせるのは良い考えではない。8の解説です。To force a left-handed child to use his or her right hand. バフテイシの名詞的用法で、新主語となっている。It は形式主語である。9の正解は4番です。She got angry and cleared the apartment of all the furniture and articles belonging to him. 彼女は怒って、アパートから彼が所有している家具や物品を片付けた。9の解説です。Clear X of Y で、X から Y を取り除く、X の Y を片付ける、という意味になります。10の正解は4番です。Since he got married, he has not seen either of his parents. 結婚して以来、彼は両親のどちらとも会っていない。10の解説です。Either は2つのもののうちの1つを表します。彼の両親、とあるので2人を表しています。したがって、そのうちのどちらとも会っていない、という完全否定の表現となります。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。